皆さんお疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回なんですけれども、メンテナンスが終わって新しいねガチャガチャが、来るというところで、何が来るんかなと思ってたんですけれども、やっぱり復刻が来たねというところで、ウェディングガチャの復刻ピックアップかな、が、来てて、これがステップアップガチャみたいな感じで来てるんですけども、これがまだ青石っていうね、ちょっと辛い一応ウェディングキャラは全部持ってるんで、自分としては別にいいんですけど、今やってる壁外ハーフマラソン、ちょっと自分しばらくインしてない間になかなか高難度のコンテンツが実装されてるみたいで、自分の方はあんまりまだそっちやってないんですけど、どうやらその気絶が結構ね、鍵を握るというところで、このウェディングガチャで出る、ヒストリアかな、クリスタか、ウェディングクリスタが、これ結構重要になってくるかなというタイミングでのこの青石のこのガチャね、はい。まあってとこですけど、なんせさっきも言ったように自分持ってるんで、これはもういいかなというような感じで、こっちをね引けてないんですよね。要は引こうかなと思ったら携帯ぶっ壊れたんでスマホがぶっ壊れたんで全然引けてないんで、これ引こうかなと、30連ぐらいなんですけど、これちょっと引いてね、やっていこうかなと思います。狙いはこの3人、もちろん、リヴァイ、ペトラ、ハンジ、この3名になるんですけど、特にペトラ、はい、これ引きたいですね、はい理由は言わずもかな、行こう、はい、まずはエレンが一人でやってきて、マントは外しておらず、はい、行こう1でもこの30連で3枚とも引っこ抜こうかなと思ってたんですけど、ちょっとそれは叶わないみたいなので、この10連目では引っこ抜けなさそうだと、ということは、あと20連で、3枚、だからどっかで2枚抜きしないといけないっていうね、全然いけるでしょ、はい、OK、さて、あと20連で、なんかペトラ引けたらいいよ、もうなんなら、リヴァイも欲しいけどね、正直。というわけで、ミカサが一人やってきたというところで、ここでしっかり強靭化してもらって、引きたいところではあるが。エレンね。エレンっていうか、このエレンは別にいらんかな。はい。無背景のエレンか。なので、ちょっときついね。残り10連で3枚を引っこ抜かないといけないね、というね、ちょっとなかなかの、ハードルの高さなんですけど、やれるでしょって、そういう人おるんかないや、もうおらんやろな、なかなか、さすがに、というところでアルミンまで出てきたと、これはもうどれか引っこ抜いたでしょう。すいません、もうここで外すような僕じゃないんで、はい、来るでしょうね、来るでしょうね。これはいただきましたね、はい、ありがとうございます。はい、2枚抜きしちゃいましょう。ここは。早めに欲しいよ。早めに。はい。はい。いや、あるじゃない。あるじゃない。絶対いる。いるよ。はい。次はね。この次か。ペトラでお願いします。ありがとうございます。そうなんですよね。十分です。ペトラゲットできたら十分です。ありがとうございます。はい。っていうようなところで、30連で一応ペトラゲットできました。リヴァイもね、ちょっと欲しかったんですけどね、今のさっきも言ったような高難度の、イベントで割と使えるみたいなんで、欲しいといえば欲しかったが、一番欲しかったペトラをゲットしたという意味では、勝ちやね。30連でペトラは勝ちでしょう。はい。はいスキルを思う存分に楽しんでやろうかなと思います。演出をね。はい。はい、というところで、またさっきも言ったような壁外ハーフマラソン、ちょっと実装されて、日にちも経ってるんですけど、11キロ
やったっけ、あの辺のところが割と難しいみたいなので鎧が出てくるところね、うん、なのでそこもあのクリアできたらね動画出したいなと思うんですけど、まあ自分こういうのマジ苦手なんで、うん、あの逆にあの自分が越せるってことはあの本当皆さんもできるんで、はい、絶対できると思うんで、自分がいけるもんやったらね、はい、またその辺もちょっと参考になればいいのかなという思うんで頑張って、録画できるようにちょっと頑張ってみたいなと思いますと、いうところで、今回の動画は、この辺でお開きとさせていただきたいと思います、最後までご視聴ありがとうございました。